はいどうも、ウメンです。今回はスマホ向け MMORPG ラグナロクオリジンをプレイしていきたいと思います。見てもらうとわかると思うのですが、文字がハングルですよね。ということで今回は韓国サーバーに遊びに来ております。つい先日、韓国でね正式リリースされた、こちらのラグナロクオリジン、このね、ゲームの魅力やコンテンツなどを、解説していきながらまったりとプレイしていけたらいいなと思って、今回動画を撮っております。初めて見る方、興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いきなりで恐縮なのですが、手探りで解説している部分が結構あります。本当に申し訳ないんですけれども結構あります。なので、こんな感じなのかなくらいな気持ちで見ていただけると大変嬉しく思います。またね、韓国サーバーに遊びに行ってますよっていう人がもしいて見てくださっているのであれば、ぜひね、コメントをよろしくお願いいたします。ではね、早速見ていきましょう。まずキャラクタークリエイトですね。キャラクタークリエイトでは性別を決め、キャラクターの髪型、目の形や色を設定することができます。髪型は全9種、目の形は全6種類あります。髪の色は全16種類、目の色は10種類から選べます。長押ししてキャラクターを回転させて見ることもできます。なんかこの用紙ちょっと別のものに変更したいなと思って、結構時間割いちゃって、ゲーム時間がっていう方も中にはいるかもしれないんですが、私がね、ゲーム内に入った時に、回数、今のところはね、回数無制限で、変更ができる NPC が存在したので、最初のキャラクタークリエイトでは、そこまで気にせず、気軽にやってもいいんじゃないかなと思います。今のところはですけどね。次に、操作関連についての説明をします。移動はね、従来の、ゲームに多い、タップで移動っていう感じですね。こんな感じに移動して、なんか特に、ここがとかっていうのは、ないですね。ないです。でカメラワークについてなんだけど、これ結構気になる人もいるんじゃないかな。画面中央、やや下あたりに 2.5D って書かれた、項目が見えると思うんだけど、そこを押すと、従来の、ラグナロクオンラインを彷彿と、させるようなキャラクターのその周りをぐるぐる見回せる視点切り替えっていうのができます。これ結構、ラグナロクオンラインやってた人だったら、あ、見たことあるわ、みたいな感じだと思うんだけど、3D っていう、ボタンを押すと、キャラクターを様々な角度から、見れるっていう視点に切り替わります。視点をね、水平にしたりとか、顔をアップにしてみたりとか、スクリーンショットの撮影とかで使えそうな機能ですね。こんな感じに、視点の切り替えが可能です。次に UI についてです。画面上に、たくさんの、ボタンね、アイコンとかあると思うんですけれども、ざっくりと右下あたりには、戦闘で使う、通常攻撃ボタンとか、スキル使用欄が、5個あります。ターゲティングができるボタンとかもあります。で、右上あたりには、インベントリーであったりとか、あと自動狩りっていうのが、一応存在するみたいなんですけど、
まあ、レベルが上がらないと解放されないみたいなので、今後レベルが上がったらまた解説軽くねしていきたいなと思います。まあ、自動狩り結構気になる人いるんじゃないかな。で、左上には受注したクエストのクエストがまあ表示されていたりとか、まあ、その詳細が見れたりとか、あとパーティーに関するまあ画面とかの、ボタンもあります。でね、左下になんか座るみたいなアイコンがあるんだけど、これはもうそのままキャラクターが座ります。で、座ると回復しますね。うん、まあ、そんな感じです。次にパーティーについて、パーティーなんだけど、パーティーを結成するためになんかこれが必要とかっていうのは特にないみたいですね。うん、で、一人からまあ結成が可能です。でね、パーティーを組むと追加経験値っていうのが、まあ、もらえるみたいで、二人であれば基本経験値とジョブ経験値が 20% アップ。三人だと 30%。四人だと 40%。五人だと、まあ、最大 50% の経験値、ジョブ経験値が、まあ、アップするそうなので、冒険、まあ、開始したばかりの、まあ、人は、パーティーでどんどんまあ、レベル上げていくのがいいのかなと思います。で、自動マッチング機能もあるみたいなので、まあ、それを使ってパーティー組んだりとか、で、自らまあ募集して、まあ、フレンドさんとどっか狩りに行ったりとかっていうので、まあ、やっていくと面白いのかなと思います。まあ、自動マッチング機能に関しては、まあ、最大5人、まあ、見た感じ5人なので、まあ、すぐに埋まっちゃうのかなっていう感じはするんだけど、まあこれは、まあどんどんね、まあ参加して、まあ、参加できなかったら多分別のパーティーにすぐマッチングすると思うんで、まあそういった感じで使っていくといいのかなと思います。で、次なんだけど、エモーションやアクション機能がラグナロクオリジンにはあります。エモーションはね、従来の、まあ、エモーションなんだけど、結構見たことあるモーションありますよね。ラグナロクオンラインからこう出てきてるやつとかあると思うんですが、なんと、これね、音声が入っているんですね。そう。音が入ってんのよ。音が入ってて、で、押すとね、これちゃんと効果音みたいなのが出てくるんですね。結構気になってた人もいるんじゃない？あ、この、エモーションでどういう音が鳴るんだろうみたいな。あんまいないか。うん。で、なんとね、オリジンでは顔の表情っていうのも、まあ、変えることができるみたいですね。そう、だから笑顔だったら、もう顔が、表情が笑顔になるみたいな、まあ、そんなボタンもあるんですよ。うん。まあ、これはね、スクショとかね、みんなで揃えて、撮ったりとかすれば面白いのかなと思います。まあ、スクショ映えですね。すること間違いなしですね。でね、アクションなんだけど、これ基本的なアクション、まあ、どのゲームにもアクションってあると思うんだけど、基本的なアクションに加えて、二人で行うアクションっていうのもあるみたいです。まあ、ただね、私にはね、友達がいないんです。まあ、フレンドがいないので、ちょっとまだ試せてないんですが、まあ、これね、ちょっと見たいなっていう人は、ぜひね、フレンドさんとちょっとやって、ぜひ、その、アクションを見てください。友達がいないって辛いな。というわけで、今回はね、こんな感じで簡単に、まあ、解説してみたのですが、まだまだ序盤ということもあり、基本的なことだけだったんだけど、まあ、どうだったかな。日本でのリリースはまだちょっと未定なんだけど、まあ、開始までね、こっちのサーバーで遊んだ動画をアップしていきたいと思っていますので、まあ、ラグナロクオンラインやラグナロクマスターズ、スマホゲームのね、をプレイしていて、わ、オリジン気になるわと思った人は、ぜひまたこのチャンネルにね、遊びに来てください。チャンネル登録、ぜひね、待ってますんで、よろしく
お願いいたします。じゃあ今日はねこの辺で終わっておきたいと思います。それではまたねー。